安倍龍は、北海道競馬、角川秀樹旧車所属の騎手。勝負服の柄は、青、白星散らし、袖もも一本輪。宮城県南三陸町出身、地方競馬教養センター90期。2012年騎手免許取得。初出走は2012年4月25日門別、競馬第一競争。初勝利は、翌日の門別競馬、第二競争で挙げた。 デビュー年は52勝を挙げ、重賞でも、交流重賞のエーデルワイス賞で2着に入るなど、活躍し、ナーグランプリ2012優秀新人騎手賞、第45回日本プロスポーツ大賞新人賞を受賞した。なお、北海道競馬所属騎手が、日本プロスポーツ大賞を受賞するのは、史上初のことであった。2013年10月24日、 門別競馬第3競争をモルフェピースで制し、地方競馬通算100勝を達成。2014年1月に高知競馬場で行われた第28回全日本新人王争派戦に出場。2014年8月2日に南アフリカクレアウッド競馬場で行われたアジアヤングガンズチャレンジに出場し、12人中7位の成績であった。 同月21日北海道3歳3冠の最終戦、王冠賞を自給者のスタンドアウトで制し、重賞初制覇。2019年にはカタールへ遠征する森秀幸級舎のユーチェンジの安状に抜擢される。ユーチェンジと挑んだ一戦こそ9着に敗れたが、翌日のエキストラ機場で見事に勝利を挙げ、日本人騎士としてのカタール競馬初勝利という歴史的な快挙を成し遂げた。 ありがとうございます。